はい、こんにちは、もーりーです。今日はですね、最近ですね、すごいまた改めてハマってる人がいて、それがザードの坂泉さんなんですよ。僕もですね、坂泉さんのことは知ってても、ちょっとね、詳しくは知らなかったので、いろいろね、調べてみると、やっぱりね、坂泉さんってすごい魅力的なね、女性の方だなと思ったので、ぜひ今回はですね、幼少期のところからデビューのところまでっていうのを簡単にね、ご紹介したいなというふうに思ってます。はい、で今回はですね、このね、僕が買ったんですけども、去年かな、2019年に発売されたこの永遠っていうね、この坂泉さん の本をね、参考にしてお伝えしようと思ってます。まあ、中身にね、ちょっと触れるところもあるんですけれども、まあ、公になってる情報なので、そんなに問題ないかなと思いますので、ぜひね、見てもらえればと思います。はい、まずプロフィールからね、お伝えしていこうかなと思うんですけども、本名はですね、蒲地幸子さんっていう名前です。生年月日は1967年2月6日ということで、神奈川県の平塚市に生まれています。で、実は兄弟がですね、坂泉さんにはいてですね、坂泉さんって長女なんですよ。でそこから、妹と弟が下にいるということで、3兄弟っていうね、兄弟構成だったそうなんですけれども、で身長はですね、165センチということで、まあ、女性にとってはですね、かなりね、高身長な方だと思うんですけども、まあ、後々ね、社会人の時に、レースクイーンをやってたりとかっていうね、モデルもやってたということで、かなりスタイルはね、抜群というか、スラッとしたね、綺麗な女性っていうイメージだったそうなんですけども、で血液型は A 型ですね。もうなんか坂泉さんってザ A 型っていう感じがね、僕はするんですけども、ああ、もう血液型その通りだなっていう感じですね。で性格なんですけども、いろんなね、関係者の方々がこういう性格ですよっていうのを言ってるんですけども、口を揃えて言うのは結構おっとりしてて、天然ボケでちょっと抜けてるところがあるっていうね、感じだそうなんですよ。なんか一つのね、エピソードとして、学生時代にね、ちっちゃい頃に、なんかいろいろね、事前準備をしなきゃいけないところを、妹さんは結構ね、しっかりと準備ができるタイプだったんだけど、坂泉さんは結構そういうのが苦手で、ゆっくりやってたそうなんですよ。で、直前にバタバタして、結局学校に行くときに弁当を持っていくのを忘れてしまうみたいなエピソードがあったそうなんですけども、それぐらいなんか、ちょっと抜けてるというか、っていう性格がね、まずあるそうです。で、ただ一方でですね、この何か自分が好きなこととか興味があるものに対する、好奇心がすごい強かったりとかですね、あとその物事に対する集中力っていうのはもう尋常じゃないぐらいまっすぐ突き進むっていうタイプだそうなんですよ。でね、これはもちろん坂泉さんはそういうタイプだと分かるんですけども、だからビームに所属しているアーティストってそういう人って結構多くないですか。もう音楽一直線で自分が好きなジャンルをとことん突き詰めるみたいな、こう職人かたぎな感じの人が多いなという印象があって、まあ、坂井さんもね、まさしくビーイングのなんか代表的なね、アーティストとして、まあそうなんだろうなというふうにね、僕もね、感じました。じゃあですね、学生時代に移っていきたいと思うんですけども、まずは中学時代なんですけど、中学の時は、陸上部に所属していたそうなんですね。で、なんかね、イメージとして僕って坂井泉さんは結構なんかスポーツとか苦手そうだなっていうね、勝手な印象があったんですけども、実は坂泉さんってめちゃくちゃスポーツ万能なんですよ。うん、これで僕意外だったんですけども、で陸上部の時ももともと中距離でね、ランナーとしてやってたんですけれども、なんかそのね、才能がね、認められて、しかも脚力がすごい強かったらしいんですよ。なのでそこから短距離走になって、大会とかでも賞を受賞するぐらいなんかすごい有名なね、選手になっていたそうなんですよね。さっきの性格面でもお伝えした通り、一個にはまるとかなり集中してやり込む人なんで、この陸上に関してもそうだったそうで、しかも練習をしすぎて疲労骨折をしてしまうっていうぐらいの、エピソードもあったりとかですね、やっぱりその何かとことん突き詰めてやっていくっていう力はもう学生の時代の頃からあったというふうに言われてます。で、もともとね、6歳の頃から、ピアノを習って音楽教室にもね、通ってるぐらいの、まあ音楽に関してもやっぱりちっちゃい頃からやってたそうなんですけど、ギタークラブっていうのにも中学の時所属していました。ただし、部活がね、忙しすぎてなかなかギタークラブ行ってなかったそうなんですけども、やっぱ好きなのでっていうことでずっと所属はしていたそうですね。で、もちろんですね、もう大人になってもすごい美しい女性ということで有名なんですけども、もう中学の頃からですね、それはね、美しいっていうことで有名だったそうで、こういろんなね、学校内の男子の中で噂になったそうなんですよ。まあ、よくね、僕も経験あるんで分かるんですけども、ただし、
やっぱね、坂泉さんってそういうのにあの学生時代はね興味がなくて、ずっと陸上部一本みたいな感じで、そんなのは関係なくどこ吹く風っていう感じで練習に打ち込んでたっていうようなね、ことが言われてました。で、高校に進学したらですね、次は硬式テニスの部活に入ることになります。僕の高校とかはなかったんですけども、どうやらこの坂泉さんの高校はミスコンがあったらしくてですね、でそれの校内のミスコンでナンバーワンになったっていうのがね、まずねあって、それでもうまたね高校の中でも男子から大人気だったそうなんですね。でテニス部にもですねかなり打ち込んでたみたいで、ただテニス部がね3年でね終わるってなった時に、やっぱりね音楽活動っていうのをしたいっていうね夢がちっちゃい頃からあったので、もう部活が終わるぐらいにねバンドを組みたいっていうことをね坂泉さんが言い始めたらしいんですよ。ただあの校内のねバンドを組んでる人たちのとこに入れてくださいっていうふうに言ったそうなんですけども、もう満員というか人数は足りてるので無理ですっていうことで、結局ね、そこの参加にはかなわなかったんですけれども、坂泉さんといえばやっぱり作詞能力っていうのが際立ってて、こう一文字一文字を大切に、言葉を大切にして、詩にまとめてるっていうのがね有名な話ですけども、その高校時代からもすでにですねこうノートに自分が思いついたフレーズとか詩をですね書き留めて、どん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 もういっぱいになるまで書き綴ってたっていうのはエピソードとしてあるそうですね。これだけ綺麗な坂泉さんですから、まあ高校にもなるとまあ恋もするだろうということでいろいろ調べたんですけども、どうやら坂泉さんって高1の時に2つ上の先輩が大好きだったらしいんですよ。でそれが伊藤英明さんというあの芸能人いるじゃないですか、有名人、あの人にすごく似てる先輩だったそうで、それで告白したんだけども振られてしまったっていうエピソードがあったそうなんですよ。まあ、男性目線からするとですね、あの綺麗な坂泉さんから告白されて断る人がいるんかっていうぐらいびっくりするんですけども、なんかねその時にすごく傷ついたらしくてですね、まあその先輩も変わった先輩だなというふうに思うんですけども、で高校卒業してそのまま大学に進むんですけども、大学名は神奈川県にある、松陰女子短期大学っていうところなんですね。でこの大学っていうのが1985年に名前を変えて松陰女子短期大学っていうふうになったんですけども、ちょうどね坂泉さんが18歳の頃っていうのは1985年なんですよ。もうドンピシャなので、もしかするとこの短期大学の1期生なのかなというふうに思うんですけども、まあ、ここでまずね大学生活を2年間送ることになります。で卒業後ですね、そのまま、芸能界音楽活動に行くと思いきやですね、実はここで OL になってるんですね。で第一不動産っていう神奈川県のねかつてあった、まあ、有名な不動産会社があって、そこの OL として2年間勤務してます。でただしこの頃はもうどん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 やっぱり芸能界だったり音楽界に行きたいっていう気持ちが、ね、強かったらしくて、なのでちょうどその時に街中でスカウトされて、でそれから、芸能界に入るという決断をするんですね。でこの頃はですね、じゃあ音楽活動をスタートしたのかっていうとそうじゃなくて、まずはですねこのグラビア活動だったりとか、あとレースクイーンだったり、カラオケクイーンっていう立場として、まあね下積み期間じゃないですけれども、そういった芸能活動をしていました。もうこの頃もどん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 音楽への思いを強くしていって、いつか必ず歌手になるっていうね思いを持ってたそうなんですよ。でそれが証拠にやっぱりねこの詩を書くっていうのをね高校時代からずっと継続してやってたそうで、もう何冊にもわたる詩の数々っていうのがすでにこの頃からストックがされてたそうなんですよ。だからやっぱりね坂井さんってこうまっすぐで努力家であることと、あとはその言葉を大切にする、詩に対する思いっていうのの強さっていうのをもうこの時代からもう歌手になる前からね持ってたっていうのが素敵だなというふうにね僕は思うんですけど、でここでですね実は坂井さんに転機が訪れます。それは何かというと芸能事務所のねスターダストプロモーションっていうとこね、めちゃくちゃね有名なね芸能事務所があるんですけども、そこの社長に細野義郎さんっていう方がいらっしゃったんですね。でその方が実は長門さんにですねこの坂泉さんを紹介してるんですよ。これがまずビーイングと、坂井さんをつなぐきっかけだったらしいんですけれども、その後坂井さんは BB クイーンズって踊るポンポコリとかねを歌っている BB クイーンズのコーラス舞台の、募集があった時にそこに応募してるんですよ。それはこの細野さんが長門さんに紹介するっていうのがあったからこそこういうね応募があったんですよ。で実際にオーディションに行った時に長門さんはこの坂泉さんの歌声を聞いて、
これは素晴らしいということで、すごい才能を感じたそうなんですね。その時歌ってたのがアン・ルイスさんだったりとか、テレサ・テンさんの音楽を歌っていて、坂泉さんって結構昭和の曲っていうのね、昭和歌謡曲っていうのねすごく好きだったりとか、あとロックな音楽をね、好きだったりとかっていう、結構幅広い古いね音楽を好みにしてたそうなんですよ。これ長門さんとの共通点なんですけど、しかしながらですね、この坂泉さんは落選をしてしまうんですよ。でその時に当選っていうかね、合格したのが、後のミケであったりとかに加入して活動する宇徳恵子さんが、この時にね同じタイミングでねオーディションを受けてきてて、宇徳恵子さんが受かってるんですよね。でただ長門さんはどう思ってたかっていうと、この坂泉さんの歌声とか才能っていうのを、まあこれは、落選はさせたけれども、後のね機会があれば絶対にデビューさせたいっていう思いを持ってたんですけども、まあそれがねまたね実を結ぶきっかけがあったわけですよ。でそのきっかけっていうのが、これまたね面白いんですけど、フジテレビの当時社長だった亀山さんっていうね亀山社長がいたんですけども、その方が長門さんと知り合いで、長門さんに、まあ、バンドを組んでみないかっていうことで、なんかねプロデュースしないかっていうねオファーがあったそうなんですよ。で、まあ、ドラマの主題歌としてそのグループをね結成して歌わせるっていうプロジェクトをね企画したそうなんですけども、その時に長門さんは、あそれだったら、オーディションに来た坂泉さんをぜひデビューさせたいということで、抜擢をしたわけですよ。坂泉さんをボーカルとして置いて、あとはサポート部隊というのを組んで、これをまとめてザードというチームを作ったわけなんですね。でそれで、最初のデビューシングルっていうのを作ったのがグッバイマイローリーですっていう音楽なんですよ。これがドラマの主題歌として、歌われていて、坂井さんが結局これでようやく歌手としてデビューしたというきっかけになったそうなんですね。ということで、坂井泉さんってもともとねちっちゃい頃から音楽を習ってたりして、音楽には精通していて、さらに性格的にもこうまっすぐで、集中したらとことん集中して好奇心旺盛、そして詩を書くのも大好きっていう状態の中から、生まれたものなので、やっぱりねこう将来の夢とかこうなりたいっていう思いがね強い女性だったからこそ、ザードのデビューとして、抜擢されたっていうのはね、やっぱその思いがねつながって、そこにつながってるんだなというふうに僕は思うので、こう夢を持ってねしっかりと、将来を見据えて努力していくっていうことの大切さをね、もうザードの坂泉さんから学ぶことができるなというふうに思って、まずはね今日はデビューまでのところをお話ししたので、次はデビュー後のねエピソードを語っていきたいと思いますので、また次も見ていただければと思います。そしたら今日は以上になります。ありがとうございました。バイバイ。